今日の県内は発達する低気圧の影響で西寄りの風が強まり、正午過ぎから県全域に暴風警報が出されています。 JR は夜にかけ在来線の一部区間で遅れや運休の可能性があるとしています。今日の県内は発達する低気圧の影響で西寄りの風が強まり、午後0時15分に県全域に対し暴風警報が出されました。午後4時までの最大瞬間風速は白石で 20.2 メートル、仙台で 19.7 メートル、日川で 19.6 メートルが観測されていて、夜にかけてさらに強まる見込みです。強風の影響で JR の在来線では一部区間に遅れや運休の可能性があるとして乗客に注意を呼びかけています。 JR によりますと、ダイヤの乱れは最終列車まで長引く可能性があるということです。